イスの歩き方ショートバージョン。今日は旧江戸川から三枚洲の沖合を通り浦安沖まで行きたいと思います。特に事故の多い海域です。標識の位置と現在地に注意して航行しましょう。では早速出発です。左手に竹竿が刺さっています。この付近は浅くなっていますので近づきすぎないよう注意しましょう。右手に葛西海浜公園を通過しました。左手には浦安市のテーマパークのホテル群が見えます。右手に見えているのが17号豆腐標です。少し右手奥に見えているのが標識杭です。そして奥に見えているヨットの形をしたものが通称風の塔です。これら標識を選手右手に見て浦安市の護岸に近づきすぎないよう航行しましょう。正面に見えますのが18号豆腐標です。選手右手に見て進みましょう。18号豆腐標です。無事に三枚洲を航行することができました。航行の際は標識の位置や水深に注意を払うほか十分な見張り、現在地の把握、当日の潮汐などにも十分注意してください。お疲れ様でした。それでは良い週末をお過ごしください。